前回ピントずらしてしまったんで、今回はちゃんとピントを合わせます。どうもチャンテルです。来ました、チャンテルの独り言トーク with 天の声でございます。独り言ちゃうやん。ちょっと、はい、天の声さんです。天の声です、よろしくお願いします。前回天の声、まあ、火曜日収録してちょうど1週間経って、はい、今回第2回の天の声ですけど、いやいや、改めて、うん、天の声の素晴らしさに気づきました。2回目やん、まだ2回。天の声にちょっとね、あのチャンネルを教えて、そう、なんでと思った、公開されてたんやと思った。なんでもっと早く言わなかったの。出てんのに。そうすればさ、今ここでね、天の声と喋れたわけだもんね。そうそうそう、チャンネルのあの独り言ちょっとダメよっつって。そう、独り言どうやったって言われても、うん、曲知ったから、その存在を。あ、もう始まってたんや。やっちまったね。知らん間に天の声公開されてるから。どうですか、1週間やってみて、 YouTuber 生活。そうね、毎日更新してるわけじゃないですか。一応、まあ毎日更新やってますけど、なんか、いいほら、2年前から YouTube やれと言われてたわけよ。なるほどね、いろんな人に。いろんな人に、うん、でも全然なんかタイミングでもないな、アイデアもいいの、アイデアもないし、タイミングもなんかなかったし、なんかあんまりそんな YouTube っていう、やっぱね、前回も言ったけど、その荒波にね乗りたくなくて、ちょっと自信なかったんだけど、タイミングってあるなって自分で思って、今回。なるほど。前その2年前とか今までは、今回この YouTube をやるまでは全然やりたいと思わなかったけど、やり始めたらすげえ面白くて、いいことで、もう編集も夢中になって。素晴らしい。でももう本当、編集はもう移動中ね、携帯で、もう便利な時代ですね。便利な時代よ。そのどこでやってんの、チャンネル。もう電車の中。違う。え、大江戸線か。はい、違う違う違う。何線なんや。サブウェイ、サブウェイ、サブウェイ。こっちじゃないから。もう電車乗ってもアメリカでやってますから、チャンネルね。ニューヨークですからね。そうそうそう、ニューヨークなんで。さっきチャンネルのそのチャンネルチャンネルをちらっと見せてもらった時に、はい、ちゃんと位置情報をニューヨーク州にしてて。してたでしょ。あ、ニューヨーク州なんや。シティじゃないんだ。シティじゃない。大きくてな。やばいな。ちょっとね、コード範囲をもうちょい狭くしていかないとね。まあ、チャンテル、この毎週だから火曜日はね、ちょっと天の声と一緒にやっていくんですけど、はい、今後どうしていこうかね。あの600人のチャンテルのファンの皆さん、600万人めっちゃ減っちゃったよ。それさ、やっちゃったよね。あの前のね、放送のね、あのミドル放送、あのミドル放送とか、天の声にこれ、そうだ、話がここで通じなくなっちゃう。いや、でも勘のいい天の声は、うん、なるほど、チャンネルは1本目はドル1、2本目はドル2っていうふうにこうどんどんドルの、そうです、増していってるんだっていうのは天の声気づきました。さすが、さすが、気づきました。ありがとうございます。で、2ドル放送でちょっとね、600万人って言ってたのに、うん、完全に気づかなくて、ずっと600人で、自分の編集で気づいた。チャンネルそういうことが多いからね。うわ、俺600万じゃねえじゃん。天の声はチャンネルをよく知ってるから。よく知ってますんで、本当にそういうことするからね。やっちゃって、そうそうそう。で、何の話だっけ。あ、じゃあどういうっていうか、これは独り言トークのその増刊号的な前回話したみたいな。あ、そうそう。せっかく毎週やるんだから、もうこれは別物にしちゃうのか。そう、別のものでもいいな。どうしよっかな。だからそこもちょっと決めたいなと思ってて。ちなみにこの、1週間やってみて、うん、どういう動画を上げていったのか。感じで、で、そのチャンテルが行った先で、ここでちょっとレビューしたら、まあニューヨークこれから来たい人とか、あ、そこ行ってみようかなみたいな。そうね。そうそうそう。まあちょっと。チャンテルおすすめのあのラーメン屋さん行ってみよう。そう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 。おすすめバーでいっぱいチャンテルが飲んでたら、カクテル飲んでる。カクテル飲んでみようかなみたいな。だからちょっとこうさ、ほら、俺のただのダダ喋りっていう、まあチャンテルの独り言トークだからいいんだけど、ね、やっぱこう、画面の前にいるね、600万人の。チャンネルのファンに向けて、やっぱちょっとためになるような動画にもしていきたいから、まあだから独り言喋りながら、なんかおすすめとか、ニューヨークのこんな場所とかね。これはどういう立ち位置なのね、この天の声との。そこなんですよ。ただのチャンネルが安心できる週みたいな、
安心できる。あれに一人のトークって言ってるから。そうだからこのね回をまあそこもなんかもしかしたらさこうさ。そう、探っていけたらいいかな。で、コメントとかいっぱいあるしさ、あのコメントとかでも募集できるから、あの、天の声の時はこんな風のやってよみたいなのがあれば、ぜひちょっとコメント欄とかで、あの募集していただけたらいいな。こういうのやっていきましょうみたいな。そう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 。かなでもやっぱいいわ。そんなになんか一人で喋るってこんな大変なんだなってやっぱ改めて思ったし。なるほどね。天の声とは言えやん。そうやっぱさ、カメラ向けられていくからさ、こう、アホみたいな、アホ面できないし。どう言っていいかが分からん。普段アホ面やねんな。そんなことないようなんだ。そうだよ、ね、ちなみに天の声さん的には、はい、あの、どんな風にしたら面白い？面白いって言ったらちょっとハードル高いけど。でもなんかそこ、みんなの天の声像を作ってほしいね。なるほどね。もしかしたら女かもしれないからね。そうそうそう、それこそコメント欄でおもちゃにしてほしいです。ああ、なるほど、そうだね。そう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 。実は天の声、女らしいよ。女らしいよとかね。ちょっと天の声いじりみたいな。はい。あ、お疲れ様です。いや、だからあれですよ、その天の声は実は女やった。そうですね。あとはあれですよ、なんか、天の声を目撃情報。ああいいね、好き勝手書いてもらえるような。そう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 。天の声好き勝手、ほらだってさ、声優さんとかもさ、うん、キャラクターから入るとさ、おこの声優この人だったんだみたいな、ね、驚きあるじゃん。だからそう勝手にこう想像してもらって、うんうんうん、それこそ200回とか、そうね、200ドルになった時ね。そうそう、200ドルになった時とか、うん、チャンネルのチャンネル登録者数が何人になった記念の時とかに、うん、こうパーツパーツで、そうだね、天の声、今日は右足から、右足から今日左足っつって、なんかエグゾディア、エグゾディア5枚揃った時に全て分かるみたいな。そうそう、そういう企画で、そういうちょっと遊び心ある感じにはしていきたいね、やっぱ。いやいやいや、ああでもなんかいいわ、あのチャンテルのこの一人ごトークっていうのは、うん、いいの、中身なくそうな、中身なくていいの、ただただチャンテルがダラダラ喋るっていうね、もう概要欄にも書いてありますね。でも一人でやっぱ喋るのと二人で喋るのが違うからね、うん、全然違う、見てよ、だって多分ね、見てる方分かると思うけどチャンテルの表情全然違うと思う。一人で喋ってる時の多分サムネイルでも一人の時と多分二人の時のこの笑顔の柔らかさが全然違う。顔面が、そうね、そう、無理やりだって一人の時はやっぱさ顔作んないって行こうっつってね、アホみたいな顔しないと。そうそうそう、なるほどね。まあそんな感じかな。え、そのチャンネル自己紹介みたいなのしたの、その Vlog の中で、だからチャンネル出身どこでみたいな、そういうのはまた小出しにしていく感じ。小出しにどころか完全にね飛んでた。チャンネル知ってるてみたいな、チャンネル知ってるてみたいになっちゃってるけど、多分ね、だからチャンネルでーすとか言ってさ、あのよろしくどっこいとかやってるけど、ブラジル出身でーすぐらい、やっぱりハーフでーすとか、全然嘘は置いといて、嘘は置いといて、確かに信じちゃうから、そうそう、あながちおかしくないからね、日系人多いから、私もそう、全然やってないなぁ。じゃあやっぱりね、そうだね、ちょっとチャンネルを知ってもらう番組というか、うん、そう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 、チャンネルなわけやから。じゃあ今日一つどっか、じゃあなんかいいや、じゃあ天の声さん、はい、普通のなんか、じゃあ600万人のファンを代表してチャン、はい、チャンネルに、なんか一つ質問を、うん、好きな果物は何ですか。好きな果物、いきます、ピーチ、桃好きです。はい、なんで英語で言ったと日本語で言ったのか分かんないですけど。すいません、桃が大好きです。なんでなんですか。なんかね、まずシルエットが可愛い、シルエットが可愛いのと、エモジコですね、そうそうそう、なんかプリンとしてる、いやらしいね。で、やっぱ味もいいね。で、日本のピーチじゃないとダメ。日本のピーチっていうお菓子がある。そこは桃じゃない、ごちゃごちゃですよ。日本の桃が好きですね。はい、あの柔らかい、やっぱ、あ、そうね、あの日本の桃の感覚でこっちの桃食べたわけです。そこはピーチじゃないですか。確かに。せっかく近いわけで。いいね、やっぱ天の声今日は鋭いね。今日はじゃないね、いつもは。ありがとう。そうそう、まあ日本の桃をの想像のまんまこっちで桃食べたら、あ、ピーチ、ピーチを変えたらもうめちゃくちゃ硬くて、そう、ね、びっくりしたね。だから3日置いたいね、とりあえず冷蔵庫で、あ、ちょっと熟させるために。
まあでも変わんなくて、まあそれ以来あんまこっちで桃食べてないんですけど、そう好きな食べ物、果物は桃です。はい、はい、皆さん、チャンネルに何か果物を送ることがあればピーチじゃなくて桃を日本のやつを送ってください。まあいいね、そうそう、こういうふうにちょっと質問していきますよ。うんうん、ちょこちょこそんな感じでいこう。こうやってやっていったら多分何か、そう、やっぱね、やり続けないと見えない、やっぱね、やり続けないと見えない、いいこと言うね。うん、そういうこと。チャンティルもやっぱ YouTube 始めて思ったけど、やっぱやってみて、あ、すごい結構面白いな、あんまりね、やっぱ苦痛じゃない、編集とかもやっぱ好きだし、そう、苦痛じゃないから、でね、多分このやっぱタイミングじゃない時に YouTube やってたら多分苦痛になってたね。続いてなかった、ね、そう、続いてなかった、やっぱそう、本当に好きでやらないとダメだなと思って。うん、じゃあ毎回恒例にしたいチャンテルにとってのニューヨーク格言、ニューヨーク格言で終わらせようと思います。そうだね、ニューヨーク格言どうしようかな。ぐちゃぐちゃ、ちょっと待って2秒ちょうだい。4秒が過ぎましたけどどうしようかな、ニューヨーク格言。 OK、 あ、いいよ、分かった分かった、決まりました。あなたにとってニューヨークとは。チャンテルにとってのやっぱニューヨークとはね、好きなことを好きな時にできるです。大丈夫かな。また来週また来週さよならグッバイって感じです、はい、いいね、天の声っていうのはやっぱいいわ。